はは、いどうもこんにちまと申します。えー、今回はグラマスになる方法、まあ、方法というかまあグラマスになるコツやポイントについて説明していきたいなと思います。前提としてですね、あくまで自分がグラマスに安定するまでに実践したことを紹介していくので、まあ、個人的見解ですよということをご了承ください。それでは早速説明に入っていくんですけど、大きく分けて2つの観点から説明していきます。 まず一つ目がデッキ選びについて、二つ目がプレイングについてです。まず、デッキ選びの方から説明していきたいと思います。デッキ選びについての交通が3つございまして、まず1つ目、自分が使っていて楽しいデッキを使うということです。 なんでかって言いますとグラマスに行くっていうことは MP を1万稼ぐということなんですね。MP1 万って言いますと練習をボーナスなり何なりあるとしても単純計算で100勝ち越し、まあ、実際はもっと少ないと思うんですけど。 単純計算100勝ち越しってまあ割と聞いてみると途方もない数字なんですよね。なので、まあ、MP1 番稼ぐにはモチベーションが一番大事かなと思っておりましてそのためにまあ自分が好きなデッキを使うというのが大切だと思っております。自分が好きなデッキっていうのは何でもいいんですよ。プレイングが楽しいのもそうですし、えっと、好きな声優さんが出てるとか好きなイラストのカードがあるなどといった別に何でもいいんです理由は。ただ単に自分がモチベーションを 保てるデッキを使ってくださいといととうことですまあそれにデッキごと向き不向きもあると思うんで自分も自然ウィッチとか全然使えないんですよ <laughs> 使ってみたけど全然勝てなくて、まあ、なんで向き不向きあると思うんであくまで自分が好きなデッキを使うということが大事だと思ってます続いて2つ目なんですけど参考にするレシピは Twitter から探すということになります これはなんでかって言いますと、ツイッターの場合だと、例えば、えっと、ウィッチのデッキ知りたいなって思ったら、ウィッチ連勝とかで検索していただくと、ウィッチで何連勝しましたよとか、グラマス到達しましたみたいなツイートをしている方が結構大勢いらっしゃるんですね。でそういうデッキの場合は、ちゃんと実績がついているので、強い環境に通用するデッキなんだなっていうのが分かります。でそういういい方々が載せててらっしゃるレシピを何個か見て なんとなく型を決めて、あとは自分好みに寄せていくっていうのが大事だと思います。YouTube だとどうしても、まあ、サムネで釣るとか誇張表現があったりするかもしれないので、まあ、純度100%の情報じゃないということで、まあ、Twitter から漁るのが得策かなと思います。で、最後3つ目なんですけど、環境が変わって数日はデッキを組まない。これも大事だと思います。 これ何てかって言いますと、新パックが出たばっかりとか、アディショナルカードが追加されたばっかの時って、構築がまだ安定してないんですね、皆さん。なんで、まあ無駄にカード作っちゃったとか、このデッキやっぱ弱かったじゃんとか、あるんですよ。今環境も自分は真っ先に機械ウィッチを組んだんですけど、まあ今息してないですよね。なので、環境の始めは全閣を使っていたデッキをちょっといじって、 潜ってて様子見てみるみたいいいいいなぐらいがちょうどいいと思います、えー、以上でデッキ選びについてのコツは終わりになります続いてプレイングについてなんですけど、まあ、自分もあまりプレイング上手いわけじゃないので抽象、まあ、的なことになっちゃうんですけど2点説明いたしますこちらは2点いっぺんにいっちゃいますね、えー、まず1つ目がマリガンの時に相手のデッキに刺さるカードかどうかを意識するで2つ目、えー、次のターンの相手の一番強い動きを予想してプレイをする この2つになりま,すまあまあ、まあ、言われてみれば簡単なことなんですけどこれをもう一度強く認識しましょうということです、えー、例えばマリガンで言いますと何だろうな相手がウィッチだからアグロプランを取りましょうとか、まあ、逆にロイヤルだから除去札多く確保しておきましょうとかそんな簡単なことでいいです で次のターンの相手の一番強い動きを予想するというのもざっくり言っちゃうとクルトとかネレイヤーとかが来るからヘルスあんまり減らさないようなプレイングをしようとかそのぐらいですかね、まあ、ざっくりですなんとなく考えるってことが大事なので,で、まあ、何回か潜ったりると相手のデッキの癖とかも分かってくると思うんでそういうのを意識しながらプレイングするといいと思います。あとおまけけなんですけど連、まあ、連勝の後に来る連敗って でずるずる負けていきやすいんで悔しくてすぐ取り返したくなる気持ちは分かるんですけど一回身を引いて。 まあ今日はこの辺にしといてやるかみたいなそんぐらいの気分でえちょっと時間を置くっていうのも大事だと思いますはいいかがだったでしょうか参考になったかはちょっとわかんないんですけど、まあ、これを聞いてグラマスソリになってくれた人が一人でも出てくれたらいいなと思っております見ていただければわかると思うんですけど私底辺実況者でございますので、まあ、質問とかいただけたら割と丁寧に返せるのかなと思うので、まあ、コメント欄でもツイッターでも、まあ役に立てるかはわかんないんですけど デッキレシピ相談とかがあれば、まあ、お気軽にお声掛けください、えー。それでは今日の動画は以上になります。この動画がいいと思った方は高評価、えー、あとチャンネル登録などなどよろしくお願いいたします。それではバイバイ。